やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。はい、どうも皆さんこんにちは、スタンビジャパンでございます。今来ているのは有楽町東京駅周辺でございます。アンテナショップを巡り、このお店で一番売れてるものは何ですかを買い漁っていく配信でございます。俺の外配信を初めて見る人結構いいんじゃないかな。こんな配信もしております。外の景色も見てもらおうかな。はい、今日の配信は有楽町駅からスタートでございます。はい、これ場所忘れたわ。多分こっち。そうですよ。ありがとうございます。いいですよ。ありがとうございます。頑張ってください。ちょっと今日急ぎ目だから写真なしにしようかな。アンテナショップ閉まっていっちゃうんで、勝手に盗撮するのは OK なんですけど。ありましたね。そうだ、ここだ。はい、アンテナショップとは、皆さんピンときてない人もいると思いますが、都道府県ごとに名産品だったりがギュッと集まってるね、こういうお店があるんですね。こんな感じの酒とばがあったりね。はい、これ前回買いました、ウイビでございます。ご飯にかけたら美味しいやつね。そもそも美味しそうなものばっかだな。まあでも今回はちょっと縛り、ある意味縛りなんで、ここで一番売れてるものをとりあえず聞いて、それを買っていくだけでございます。ジャガポックルらしいですね。まあそうなるか、まあ、定番ジャガポックルということで、まあ一旦買いましょうか。そうか、北海道ってもうジャガポックルか。もうちょっとあさって行きたいけど、このお惣菜系もちょっと買っちゃおうかな。すいません、なんか一番売れてるものってどれになりますかね。おすすめのいくらですね。いくらですか。わかりました、あります。やっぱいくらなんだ。美味しそうですね。いただきます。ありがとうございます。ブリブリのいくらも確保しました。どんどん参ります。ご飯に合うものを探すからね。白本さん、ありがとうございます。いただきます。やっば、この暑い中のソフトクリームやばい。いただきます。待って、夏のアイスって尋常じゃない。あー、うめえ。染みる、たまんねえ。ちょっと待って、あんた痛い。痛い。今北海道ドサンクプラザに寄りました。でこっちに沖縄物産展があります。まずそこら辺かな。こっちから行こうか。こっちから上越ですね。うわ、塩辛うまそう。見て、すごいわ。すいません、この店で一番人気の商品とかって。そうですね、はい、いくつかあるんですけど、はい、あんこ干し柿とか。へえ、うまそう。干し柿あって、これが人気ありますか。人気あります。わかりました、じゃあこれ買います。ありがとうございます。これうまそう。干し柿丸々1個が5個、うまそう。次のお店に参りましょう。沖縄物産のお店、銀座和下ショップ本店。うわ、海ぶどう売ってる。
うまそう。一番人気の商品って何だったりしますかね。一番人気一番売れてるやつ。奥のパーラーのもずく。もずく。ええー。わかりました。見てみます。ありがとうございます。これだ。マジでうまそう。待って、もずくの天ぷらが信じらんないぐらいうまそうなんだけど。いただきます。いただきます。もちもちしてんだけど、磯の香りが尋常じゃない。全部が俺サクサクだと思ったの。でももずくの水分量すぎて中もちもちなんだわ。塩味がうまー。中もちもちしてるし、噛むときにブツ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 っていう一番人気感じるな。あれ、どうしました。これ大好物だ俺。保険屋では今後絶対食べます。この貝は違うか。ちょっと絵とか売っちゃってんだよな。刀売ってるわ。何ここ、日本刀売っちゃってるんだけど。はい、ちょっとめちゃくちゃなんで。あ、ありがとうございます。捜索してもいいですか。いいですよ、いくらでもしてください。ところばピースこいつです。ちょっと待って、ところばピースこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。またね。なんかところばとさ、2人で写真撮ったのがさ、めっちゃ広まっててさ、コンカフェの女の子とかがさ、なんかネイルにところばいたりさ、こうポーズ撮るときさ、こうやって撮るんだよ。合ってるわ、こっちだな。来ました、じゃん。この前お邪魔しましたね。あ、もう当店第1位って書いてあるわ。これをまず一ついただきましょうね。味のりでございます。すいません、香川の人気商品ってどれになりますかね。夏は、はい、すごい、めちゃめちゃうまそうですね。生そうめん、食感が違います。普通のそうめんと全然違う、はい、へえ。じゃあこれもいただきます。ありがとうございます。せっかくなんでめんつゆも買っていきますね。これ待って、バチキンなんだけど、ザクロジュースの果汁 100%、はい、お願いします。失礼します。ちょっといいですか。はい、これもお願いします。はい、はい、冷蔵庫入ってたからめっちゃ冷えてんだけど、いただきます。うんま。パックで売ってるさ、アセロラジュースわかる？それに一番近くて、よりも特の。やっぱね、ザクロあのまんま食った時ちょっと苦味あんじゃん。ジュースに加工されてるからそういうのはなくなってね、甘みと酸っぱさだけがある。めっちゃ美味しい。ビタミン補給してね。さっき買った3ピンチでも水分補給を。ああ、自分間違えた。渋い。間違えた。じゃん。秋田ふるさと館でございます。ここら辺が俺前回買ったね。いぶりがっこクリームチーズマヨ。これご飯にさ、どっぷりつけて食べんだわ。すいません。ここで一番の人気で売れ行きのいいなんか商品ってありますかね。今ちょっとあの人気がありすぎてちょっと入ってこないんですけど。あ、もはや入ってこない。そんななんですね。生ハゲの贈り物、ね、へえ。じゃあちょっとこのサブレ2ついただきましょうかね。お米のサブレとこの青い方が塩キャラメル味確保。はい、和歌山でございます。和歌山は俺絶対ね、ちょっと個人的に買いたい。やっぱみかんが僕大好きなんで。はい、なんこれ
待って、どうしよう、どれにしよう。すいません、はい、一番人気のなんか出てる商品って何になりますかね。梅干しとかですか。はい、もうジャンル問わず何でも、はい、すいません、助かります。この種類とこの種類と、はい、この種類が蜂蜜だね。まあ、他にもいっぱいあります。どれが一番人気とかありますかね。これがね、実は価格的に量もあって、はい、あのボリュームあってご家庭用で食べられる。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。ちょっと甘みのあるこういった、梅干しなんかは結構人気がありますね。あとはジュースもちょっと何買おうか迷ってて、種類がありすぎて、この味まろ絞りっていうのが、これが結構人気があるんですね。これすごそうですね。これはあの下にも大きなボトルもございまして、はい、100% の有田みかんを使って、このゼリー関係たくさん揃えてあるんです。こういったあゼリーもいいですね、はい、みかんゼリー潰したものもありますし、丸ごと入ったタイプ。丸ごとって何ですか。丸ごとみかんが3個入って。うわ、すげえ。すごいですね。いいですね、動きがいいです。え、これちょっと買ってこう。ちっちゃいみかんが3つ入ってるんですね。食べ応えがあります。すごすぎる。これもと、あと冷えたジュースを買おうと思います。ちまちま食うもんじゃなさそうだしな、そもそも。はいはいはい、あ、どうもお疲れ様です。リアルサブスクしに来たんです。いや、いいよそんな。大丈夫大丈夫大丈夫。渡し方これやめてくんね。ありがとうございます。いつも、はい、いいよいいよ。ありがとうございます。頑張ってください。またね。あとね、いや、渡し方裏取引、1000円こうやって渡してきた。まあちょっとお邪魔してここで食べようと思います。椅子があったんで。よいしょ。もうここです。ここ、これがもうどうしても食べたい俺は。これ、おい、みかんが、うえって、どうやって見せればいい？ほら、うわ、でっか。あれ、みんな丸ごと一個、別次元だわ。すごいんだけど、マジか。うますぎるわ。うますぎる。なんだこれ。一口いただきます。なんかめっちゃ食べやすいみかんなんでね、筋張ってない、全く。やばい、しなってきたスプーンが。見て。やばい、大声出ちゃう。はい、ガチでうまい。はい、ガチでうまい。たまんない、すごっ。味まろ絞りの前にちょっとこれあのセールスに押された蛇腹ウォーターでお口直しをしてからね、もったいないんで。蛇腹ウォーターどんな味かちょっと分かんないけど、あー、レモンウォーターに近い。あー、でも苦くないな。うまい、これめっちゃうまいぞ。これでちょっとリセットした後にいただきます。美味しい、美味しい。いただきます。あー、オレンジジュースではないね。なんだろうな、甘い、濃いんだけど、オレンジみたいに喉にキュッてこない。なんなのね、あのオレンジジュースのさ、ちょっと喉奥がかゆくなる感じの、あのあれが全くないわ。すごくあっさりして飲みやすい なのに濃いわ。
ずっと飲んでて飽きない。ちび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 飲むのがいいわ。てか瓶が美味しい。瓶で飲む飲みもめっちゃ美味しい。なんかこのゼルダの伝説みたいな瓶。ありがとうございます。ありがとうございます。値上げちょっとでアバターとか作ってるんですけど、うん、あ、そうなんですね。私よかったらあ、頂戴します。ありがとうございます。すいません、これ仕事のガチなやつ。あ、はい、頂戴します。ありがとうございます。お名刺をいただきました。ありがとうございます。リアルスポッチャしにこう来て。そんなんいいのよ。あの、診察あげます。ありがとうございます。折れてないんで。ありがとうございます。いただきました。一緒に写真見る。なんでやねん。なんでこれと撮るねん。意味あるこれ。ありがとうございます。あはっ、ごめん、手ぶれが。外配信久々でさ、 VR チャットばっかやってたからさ、手ぶれすごく感じない。あと置けないし、カメラ空中に。なんで。もう19時ちょうどなんで、あそこも閉まるか、どうだ、危ういか。コーヒーも置いてありますね。で、メロン。すいません、はい、一番人気の商品って何だったりしますかね。一番出てる商品だったりって。はい、欲しいも、欲しいも。ありがとうございます。この2つのどっちかだって。俺は芋を好きだから嬉しいぞ。焼き芋は毎日食ってるからな。でもなんかこっちグランプリ取ってんだよな、ほら見て。さつまいも博でグランプリ取ってるんで。でもこっち紅はるかでしょ。うわ、悩ましいんだが。どちらにしようかな、神様の言う通り。えいえい。えいえいえい。えいえいえい。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 こちら、すみません、お願いします。僕こっち買いました。もう一個の方買いますか。大丈夫大丈夫大丈夫。誰も芋好きだから。あ、そうなんだ。じゃあもう一個の候補、これ、うん、買ってきます。ありがとうございます。いいよいいよ、待ってあげる。じゃあテイスティング入ります。いただきます。甘さ控えめなんだ。こんな感じなんだ。すごい、その粘度すごいんだけど。食感はあれ、あのさ、駄菓子のさ、グミあんじゃん、あれに似てる。思った倍甘くない。でそれがいいんだよ。お次、紅はるかでございます。こちらが、うん。こっちはあれだわ、弾力系だわ。ずっと噛めるんだわ。ずっと味出てくる。おいしい。俺はね、紅はるかの方が好き。うん、俺はこっち。あ、もらえるんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ケインのコスプレをどうしてもしてほしくて。ケインっていうのはあの、ヒールの、ハートスティールのスキンのケインのコスプレを絶対。なんでそんなにケインなの。エズもかっこよかったじゃん。エズが一番好きなんですけど。は。なんでエズが一番好きなのに俺にエズさせようとしないの。ケインの方が似合いそうか。あ、そっちの方がいいんだ。ロレディコースはいつかやろうと思ってたから。何かしらね。エズみたいな表情。エズみたいな表情ってなんだ。ありがとうございます。あかんあかん。こんな中隠れたらやっぱりちょっと話さの時間長くなっちゃう。やろうと違って。皆さんが欲しいですか。どうも、いいですよ。あと初めてのスーパーチャットなんですけど、はい、リアルで。はい、ありがとうございます。もらいます。ありがとうございます。はい、アクセスいいですか。いいですよ。はい、チーズ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。笑顔で。いいよいいよ。あ、さっきね、ごめんね、真顔だったからな。笑顔で。はい、チーズ。昨日の配信はあれだね、あれがめっちゃ美味しかったね。あのもずくの天ぷらがギャー。いや、ちょっといかしていただきます。はい、まずこれ
もう生産が追いつかないほど人気、生ハゲの贈り物。あ、クッキーみたい。めっちゃバターの香りする。口でホロホロと溶けるバタークッキー。すげえ空気が入ってる。おいしい。めっちゃバターの香りすっげえ濃いんだけど、全くこの生ハゲの贈り物っていうネーミングセンス間違いすぎてる。こっちも買いました。クッチャをちょっと美味しすぎるから、こっちが塩キャラメル味でございます。これうまっ、これうまっ。軽いからいくらでもいける。鳩サブレは口の中でさ、ペースト状の鳩サブレが結構残るじゃん、重い感じで。それが全くない、すぐ溶ける。これいっていいですか。青じそたっぷり2倍、夏野菜、山形のだし。俺もう気になってしょうがない。やっぱ日本人に生まれてよかったって感じるのってこういうの来るときなんだよな。まずちょっと普通に食ってみようかな。いただきます。これはいいわ。うわーすげー、食感もちゃんとパリパリだし、こんな使ってんのに。あとね、噛んでるとね、昆布に出会うのよ。いただきます。無限、これは無限です。これはちょっと混ぜちゃおうかな。これ青味のりどこのだっけ。これやばいこと起きんじゃない。これやばいこと起きるぞみんな。なんか紙についてね、やばい、のめり込んでくキュウリが入ってくな、俺に入ってくるな。ご飯の上に入れます。でこいつを海苔で、あれうまくいかない、いっちゃいお前すげえな山形。んこいつすごい。はいです、これはい、いただきました。蜂蜜梅干しですね、こちら。うわ、全然嫌な酸っぱさない。やばい、ご飯がなくなる。梅干しうまっ。海苔2でいきましょう。海苔2、いやおかしくなる。というわけで4300円のイクラ 200g、 グッッイエッブこいつはやべえ。いただきます。うん、甘いんだ。うまっ。コクがある、コクが、もはやコク。これはらしい国だな、日本って。味のり止まんな。ネットゲーマーやってるやつってさ、味のりハマるとき絶対ない。うますぎるだろ。これラスト1枚、これ絶対ラスト1枚。次ラスト、これで終わり。次で蓋閉めるわ。次で絶対蓋閉める俺は。ふん。幸せな時間だったマジで。ちょっと待って。食って尋常じゃないな。